ジョドレはフランスの喜劇役者。17世紀フランスにおいて最も有名な喜劇役者の一人であった。彼を題材に取った儀曲も数多く制作されている。彼の生涯について詳しいことはよくわからない。1591年10月14日、なんとに生まれた。1603年、アンジェの劇団に見習いとして加入したことから彼の役者人生は始まったようである。 パリの演劇関係の資料に彼の名が現れるのはマレーザが創設された1634年のことである。この記録にはマレーザの創設メンバーとして名前があるが1635年初頭前後におてるドブルゴーニューザに移籍した。1641年にはマレーザに復帰し中心役者として活動した。特にマレーザで演じたピエール・コルネーユの 嘘つき男では下僕役を演じ一役パリ劇団で人気役者となった。1657年にはマレーザから離れ、1659年には弟のレピートともにパリに戻ってきたモリエール劇団に加入した。モリエール劇団では最女気取りにおいて重要な役を演じ、同作品は大成功を収めるなどしたが、 翌年の3月26日に老衰で息を引き取った。あの人は他人を笑わすことしか考えていないみたい。することなすこといつもめちゃくちゃで、癖か偶然か知りませんけど、絶えず、鼻声で話します。その話し方は、わざといつもデタラメに喋ろうとするみたい。ポールスカロン、ジョドレ、あるいは主人になった召使いより愚直な、白塗り役としては、ジョドレは、良い役者である。 今では、もう、彼のいる、マレーザでしか衝撃は演じられないが、それも、彼がいるからこそ演じられているのだ。彼の当たり役は、下僕で、ドビリエ城の夫である、ビリエ、芸名フィリパンも、下僕役として、悪くなかったが、彼ほど鮮やかではなかった。ジョドレは鼻にかかった声で喋った。それというのも、カサっの治療をきちんと受けなかったからであるが、かえってそれが魅力となっている。 タルマンデレオー、いつは州からこの二つの表に見えるように、花声が特徴的な役者であったようである。ジョドレは下僕役で大成功を収めていたが、どの下僕役にも通定する特徴は、原因馬食であって、スペイン演劇におけるグラシオーソの流れを受け継いでいる。ありがとうございます。